クエンティン・タランティーノ、クエンティン・ジェローム・タランティーノ、1963年3月27日帯は、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、俳優。1990年代前半、入り組んだプロットと犯罪と暴力の姿を描いた作品で一躍脚光を浴びた。脚本も書き、自身の作品に俳優として出演もする。 アカデミー客本賞と韓国際映画祭パルム、ドールを受賞している。日本での愛称、タラ、タラちゃん。タランティーノは、テネシー州、ノックスビルで生まれた。母親は看護師のコニーザ・ストゥーピル、旧姓、マクヒュー、マクヒュー、父親は、ニューヨーククイーンズ生まれの俳優であり、音楽家でもあるニータランティーノ。タランティーノの父は、イタリア系アメリカ人、母親は、 アイルランド系アメリカ人で、チェロキー族の血も引いていた。母親はわずか16歳で未婚のままタランティーノを生み、彼が生まれてから間もなく音楽家のカーティス・ザ・ストゥーピル、クルティス・ザ・ストプルと結婚。以来、タランティーノはジップには一度も会ったことがないという。母親も、大の映画マニアで、一緒に映画を見て育つ。1971年、タランティーノ一家は、 ロサンゼルスのサウスベー地区、エルセグンドに引っ越し、タランティーノはそこで、ホーソンクリスチャンスクール、ホーソンクリスタイアンスクールに通った。14歳の時、最初の脚本、ジ・アメージング・アドベンチャー・オブ・ミスター・リー、ザ・アメージング・アドベンチャーズ・オブ・ミスター・リーを書く。16歳の時にハーバーシティのナーボン高校、ナーバーン・ハイ・スクールを中退し、ジェームス・ベスト、 ジェームズ・ベスト劇団に加わり演技を学んだ。この時の経験は、後の監督、脚本家、俳優人生において大きな意味を持つことになった。22歳の時にマンハッタンビーチのビデオショップ、マンハッタンビーチビデオアーカイブ、マンハッタンビーチビデオアーカイブスの定員となり、ロジャー・エイバリーや客と様々な映画について語る日々を過ごす。ハリウッドのパーティーでローレンス・ベンダーに出会い、 脚本を書くように進められる。タランティーノは1987年にマイベストフレンド s エスバースデーという作品を監督し、共同で脚本も書いている。この作品はラボでの編集中に火災で危うく失われるところであったが、この作品が後のトゥルーロマンストニー・スコット監督のもとともなった。タランティーノはレザボアドックスで脚本家。 映画監督としてデビューした。脚本が、米映画俳優のハーベー・カイテルに認められ、彼の出演とプロデュースを受けて、カンヌ国際映画祭にも出品され、カルト的ヒットとなった。夕張国際ファンタスティック映画祭でも、南都志子賞、批評家賞を受賞、映画祭期間中に次回作、パルプフィクションを執筆。世界的にも配給され、 タランティーノはデビュー作にして注目されることとなる。監督2作目、パルプフィクションでは早くもカンヌ国際映画祭、パルムドール、最優秀作品賞をはじめ数々賞に輝き、ベイアカデミー賞客本賞も受賞、新しい米映画の騎士として認知されるに至った。エルモア・レナード原作のジャッキー・ブラウンでは、深みのある演出が評価された。 1998年には舞台、暗くなるまで待ってに俳優として出演。一時期沈黙したが、キルビルボリューム1、キルビルボリューム2で復活した。2004年度カンヌ国際映画祭の審査委員長を務めた。2019年、9本目の監督作品、Once Upon a Time in h a l l w o o d が公開された。同作には、レオナルド・ディカプリオ、ブラッド・ピット、 マーゴットロビーらが出演している。2014年、最新作として、ヘイトフルエイトを制作するつもりで準備を進め、同年の夏に撮影開始を予定していたが、同年1月に脱稿した脚本が何者かの手によって外部に流出。これをデジタルデバイスで読める形式にしたファイルがネット上に不法アップロード。そのリンクを、米国ネット系メディア。 ゴーカーメディアが一般に公開してしまうという負の連鎖が発生ししまった。その後、タランティーノはゴーカーメディアをロサンゼルス連邦地裁に告訴請求。一旦、ヘイトフルエイトの制作は白紙にし、2014年4月19日、ロサンゼルスでカートラ・ール・ティム・ロス、サミュエル・エル・ジャクソン、ブルース・ダーン、マイケル・マドセン等をキャストに招き、1200人の聴衆を集め、 朗読会を開催した。その後、映画化に向けて、脚本を書き直す意思を明らかにし、2014年12月8日、米国コロラド州で、クランクインが決定した。出演者には、朗読会に参加したキャストのほか、ジェニファー・ローレンスの名も候補に挙がっている。レンタルビデオショップ店員時代に、大量の映画に渦漏れ働きながら、脚本を書いた。 この当時に培った映画の知識が、後の映画制作に役立っている。主に、アジアを中心としたマニアックな映画、日本のアニメ、音楽に精通している。シネフィルを自称する。タランティーノの作風は、自身の映画趣味が随所に見受けられる。パロディオマージュ、引用のほか、千葉真一やパムグリアなどタランティーノが熱狂的なファンである俳優を出演させていい。 クリア主演のジャッキー・ブラウンを制作したが、原作者の作家であるエルモ・アレナードを敬愛し、電話で会話した際には、意気があるわけじゃないけど、僕はあなたの小説を映画化するために、この世に生まれた男だと思っていますと伝えた。日本のアニメにも造形が深く、広角機動隊やブラッド・ザ・ラスとヴァンパイアがお気に入り、キルビルではこの2作品を手掛けたアニメ制作会社、 プロダクション IG に直談のため、同社を自らアポなしで訪れて、アニメパートの制作を依頼している。意味のない話を延々と続ける演出が特徴で、2007年のデスプルーフ・イン・グラインドハウスでは、それがストーリーの半分を占めている。インタビューで、現実とは関わりのないポストモダンで、自己言及的、他からの引用にあふれたアートを作っており、一種の コルマリズム的ゲームをしているだけなのではという指摘に対して関心は常にドラマとして魅力的な物語を語ることにあると答えている。徹底したアナログ主義で CG に関しては他人の CG 映画は嫌いじゃないが自分の映画では使いたくないと公言している。ただし名優のロバート・ロドリゲスが手掛けたシンシティの一シーンを監督した際には CG の利点も知ってほしいというロドリゲスの意図を組み、初めての CG 合成の演出に臨んでいる。日本映画の造形が深く影響を受けている。脚本を担当した映画トゥルーロマンスでは、主人公にタランティーノ自身を投影させており、サブカルチャーショップの店員である、主人公はスニー千葉、千葉新一の熱狂的ファンで激突。 殺人権をガールフレンドと映画館で鑑賞し、部屋に、神風やローマヒルのケツと、東京ソウルバンコック実録麻薬地帯のポスターがれぞれ貼ってあるという設定である。パルプフィクションでは、ブルース・ウィリスに日本刀での盾を行わせた。三ス健ケや鈴木清順、塚本真也のファンで、特に三スが監督し、勝慎太郎が主演した。 ザ踏誌シリーズや若山富三郎主演、小連れ狼シリーズのファンであり、とりわけ、キルビルのチャンバラシーンは、カチが制作し、ミスミが監督した、若山主演の、小連れ狼三頭の川の馬車のオマージュである。パルプフィクション、日本公開の際に来日し、同作の公開イベントで尊敬するカチと対面し、カチと話したり、カチの行きつけの店で食事をした。 キルビルボリューム1は、深作金次へ捧げられており、初めて会った深作にサインを求めたのが、ガンマー第3号宇宙大作戦の LD であり、深作がアメリカのタランティーノの自宅に訪れた際は、タランティーノが所有している、深作作品である、野牛一族の陰謀の 35mm フィルムを、シアタールームで鑑賞したという、同作、キルビルボリューム1では、自身がファンである、 影の訓断シリーズに出演していた大場賢治を起用。ファンである日本人映画監督が石井照を石井総吾石井隆石井勝人ということから敵のヤクザの名前を石井としたりなどタランティーノの思考を垣間見ることができる。また日本で舞台挨拶をする条件にカジメイコと二人で会える時間を設けることを要求していた。配給会社は カ事の承諾を取らずにこの条件を飲んでしまい、ドラマ、あなたの隣に誰かいるの撮影中だったカ事は、無許可で承諾したことに怒って断るが、同ドラマプロデューサーの鈴木義弘が、タランティーノのファンだったため、スケジュールを調整し、対面が実現した。レザボアドックスは、不可作の仁義なき戦いの影響を受けている作品で、あ、日本語吹き替えビデオには仁義なき男たちが付けられ、 深作の推薦コメントも寄せられた。クリント・イーストウッド主演の、荒野の用人坊や、俗、夕日の岩盤ンン地獄のケツとなどのマカロニウエスタンで知られる、イタリア映画のセルジオ・レオーネ監督を尊敬しており、2014年のカンヌ国際映画祭で、荒野の用人坊が 35mm フィルム上映されたことを絶賛し、荒野の用人坊は世界初の PV、 プロモーションビデオ映画、エンニオ・モリコーネの音楽を優先に撮影編集した、画期的な作品、アクション映画の革命と表し、続、夕日のガンマン地獄のケツとのフィルムを所有し年に一度は、親しいスタッフや家族、友人たちと、スクリーンで鑑賞していると発言。北野武作品のファンであり、北野もタランティーノのファンであることから、インタビュー本で、北野は彼の名を出した。 フランコネロ主演、族、荒野の洋人帽などのマカロニュエスタンやホラー作品、ビヨンドなどのルチオ・フルチ作品、地獄のバスターズなどのエンツォ・ジー・カステラギ作品等の B 級、イリア映画やジミー・オング作品等のショーブラザーズ制作の香港映画などとともに、前述のミスミ作品や付加作映画などをグラインドハウスで鑑賞し、自身の作品に多大な影響を受けた。 ロベール・アンリコ監督によるフランスの反戦映画の名作、追想のファンであり、町山智博に、イングロディアス・バスターズのインタビューで、同作品への追想の影響を指された際には喜びを、現にし、またリチャード・フライシャーが手掛けた、南部アメリカ時代の黒人差別をリアルに描いた、異色の歴史大作、マンディンゴも絶賛している。ジャン・ポール・ベルモンド主演、イヌヤ。 アランドロン主演、サムライなどの犯罪サスペンスの監督で、フランスのヌーベルバーグに影響を与えた、ジャンピエール・メルビル作品の大ファンである。ワイルドバンチをはじめとするサム・ペキンパー作品のファンであり、また、ワイルドバンチのメインキャストであるロバート・ライアンが主演した、ロバート・アイズ監督のフィルムのある罠も絶賛しており、特に、 パルプフィクションのブルース・ウィリス演じる八王朝自愛を拒否するボクサーのエピソードに絶大な影響を受けた。町山智弘の映画秘宝の連載、男の声が道場によれば、チャールズ・ブロンソン主演、狼の番カ、マジェスティック、ドン・シーゲル、ダーティ・ハリー、突破口、ジョン・フリン、組織、ローリング・サンダー、セルジオ・ソリーマ、非常の標的等も絶賛し、影響を受けたという。 初代、ゴジラなどを監督した、日本の怪獣映画の巨匠、本大志郎監督のファンであり、来日した、際のインタビューで、特に、ガス人間第一号と、フランケンシュタインの怪獣さんだたいガイラーが好きと発言。増村ム三作品のファンである、三池隆タのファンであり、映画、キルビルに、三池作品に出演したキャストを参加させた。自らも、三池の映画、 月夜キキウエスタンジャンゴに伝説のワンマン役で出演している。映画監督、エドウッドのファンである。また、現役の監督で初めて夢中になった監督は、ブライアン・デ・パルマである。タランティーノは、千葉や深作、カジ、石井、三ス健治、ジ、ョンウーを絶賛している日本の映画雑誌、映画秘宝に寄稿している、町山智博や高橋樹らとも親しい。 前述の通り日本の映画雑誌、映画秘宝の町山智弘や高橋義樹らとも親しく、また彼らはタランティーノの大ファンである。映画評論家としても活動しているコラムニスト、小説家の小林信彦は週刊文春に発表した自身の映画ベスト200、外国映画100と日本映画100にタランティーノの監督作品、パルプフクションを入れている。 彼の映画制作会社 A バンドアパートは彼自身の映画を制作するほか長年渦もれていた中国の B 級アクション映画を米国内で配給するなどしているこの社名は彼の偏愛するジャンリュック・ゴダール監督による1964年の映画離れ離れに現代バンドアパートにちなんでいる楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。